またさ、ここで何を？知れたこと。勝家殿の力を借りて城を建て、信長様に献上するのよ。というわけだ、猿。抜け駆けは許さんぞ。何笑うとるんじゃ、猿。探してるって侍はお前か。ご挨拶だな。そっか、ようやく見つけたぞ。ふん、俺らの力を借りようった物好きな人間もいたもんだ。城なんて一から建てたらえらい時間がかかる。ならすでにある砦を奪って城に建て替えちまえばいい。来てくれたところすまねえな。ここいらはもう俺らの縄張りじゃなくなっちまってん。まあ、ちょっくら案内してやるよ。暇なんだよ。
悪いな。この礼はきっちり返す。Yeah.
男の湯に入ってくるぞ。本当豪快なやつだ。気に入った。砦を直すのにうってつけのやつがいたんだが、今や俺も手に負えんくらい凶暴になっちまってな。森の奥にいるのは確かだが、怪我したくなきゃ近寄んねえこと。よし、あれだ、俺に任せろ。怖い、かなり怖い。頼んだぞ。
よしよし。木を切るなら任せろだとよ。へえ。みんなも戻ってきたみてえだ。何これ。言ったろ麦よ、これが藤吉郎流、殺さずにして勝つ。無害なあやかしもいるんだよな、秀之助。よし、じゃあ砦を直しに戻ろう。一晩あれば十分だろう。